かつて私は負けた。すべてのポーカープレイヤーが一度は負ける相手、それをティルトと言う。ティルトとはシンプルに言うなら頭に血が上った状態のことだ。人は必ず自分に負ける。この状況で目覚めるなんて奇跡だわ。あなたは全身の骨が折れて、とにかくひどい状態だったのよ。何があったか覚えてる？私はかつて私は負けた。代償は命だった。勝手に動くな、ナッシュ。純章からも言われているだろう。お前が止めに来るとはな。だが何と言われようが、シャドルをベガを放っておくことはできん。どうしたんだ、ナッシュ。お前は冷静さを失っている。一人で行っても無駄死にするだけだ。どうしても行くなら俺も。お前には家族がいるだろう。奴は私が、俺が倒す。ナッシュ、記憶は戻っているのよね。ベガと戦った時のことは。思い出した。その後のことも。ああ、ようやく会えたな、ベガ。これはこれは、勇敢な米軍戦士のご登場。話してもらうぞ。貴様と我が米軍の上層部とのつながりをな。裏切られたのか。俺は、奴らは裏切ったのは上層部だけではないわ。あなたの仲間たちもベガの手の内だった。今は、現在のあなたは行方不明扱い。でも、もう死んだものと思われているわ。この世界にあなたの居場所はないみたいね。残念だけど。そしてベガがいよいよ世界を征服しようとしている。ベガの居場所を知っているのか。ごめんなさい、それはまだわからないの。でも他の情報ならいくつか。協力してくれるなら全部提供するわ。興味はあるかしら。いいのよ、返事は急がないわ。そうだ、何日か外の世界を見てきたら楽しめると思うわ。久しぶりですもの。シャドウの構成員だな。ベガはどこにいる？離せ、急いでんだ。へえ、こりゃ珍しいな。えっ、こえこえ。貴様はサイコパワーだと。子供相手に乱暴すんなよ。大人げないぜ。その力は。そんなことより自分の方を心配しろよ。あんた死んでんだろ。知らないみたいだから教えてやるけど、死体ってのは普通動いたり戦ったりはしねえ。その体、長くは持たないぜ。こんなところで油売ってる暇ないんじゃねえの。待つですよ、このガキ。今こそバイソンの。ん？貴様もシャドルか。Sonic! Sonic! 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 Son
様ですね。覚悟は決まった？そうだな。よかった。では始めましょうか。人は必ず自分に負ける。だが自分に勝つのも自分しかいない。今度は負けはしない。私に残されたのはこの怒り、この憎しみだけだ。ベガを倒す。そのためなら